マイク気ままスリーやっていきたいと思います。前回でね、うわちょっとママの服装は無視して、もうねママとお料理が結構本当に佳境に入ってきたなということで、どれやりましょう。ハードル高そうなやつからいきたいですよね。麻婆豆腐なんか誰でも作れますからね、正直。これじゃない？タイの塩釜焼き、あれ結構大変だったと思うんだけど。はい、うわ鱗取りからだ、大変だよね鱗取り。こんな米みたいにバーッと出ないと思うけど、どこ？ごめん取ったよ。なるほど、もっときれいに取りなさいよってママからのやつね、はい、ごめんなさい、ちょっと適当でした。はい、いや分かりづら、すごく地味な作業よね。ちょっと子供には難しいわよ本当に、リアルにね。びっくり、ママより上手かも。はい、タイをさばこう。はい、3匹もさばくの？うん、なるほど、さばくってそういうことなんだ。意外とすんなりいけそうでよかった。はい、びっくり、ママより上手かも。タイにハーブを詰めよう。この時点で終わったんだよね私。ハーブが、ハーブ、ええなんで、あなるほど、ちょっと違ったんだ、ごめん。入れる順番のこれ、どれでもよくない？ママ細かい、ママより上手かも。みじん切りにしよう。はい、ほらこれはなんか金狙えそうじゃない？あーでもまだ工程多いな、ちょっと微妙やかな。卵白が出た、あんま弱くてもダメだけど、あんま強くやると死ぬやつね。どんだけ白身多いねんっていう。よし、やっぱさ、あの緑のリボンちょっと終わってるよね。あとリボンその付け方するの本当に良くないと思う。何？はい。同じ動きをしろと。これじゃむずいよ。本当に。ちょっと。合わないんだけど、なんで？いいのこれで？ママより上手かも。結構やばかったよ。出た、塩で固めよう。これが多分大変だと思うんだよな。はい、油減だ。顔面叩く、顔面叩く、ひび入るんだね、調子こくと。
上手かも。美味しいのこれって食べたことないからあんま分かんないけど、絵を描こう。まさかの落書きのコーナー。え、なんかあんまり画力なくない？大丈夫？え、ママちょっと画力が低い。ママより上手かも。私これなんか本物の料理見たことあるけどさ、そりゃありますけど、もっと綺麗でして、というかその温度200の49分、温度200の49分、温度200の49分。あー今言っちゃった。49分もかかんの？ちょっとだるいね。塩取りしろって。なんかたい焼きくんって感じ。ほら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 。え、うわちょっと怖。え、すごいなこの作業地味。結構時間切り。急げ急げ急げ。セーフ。びっくり。ママより上手かも。え、金なのでは？もう完璧ね。ママ感激。もう完璧みたい。はい、待って。あれ新しいレシピ増えたんだけど、あれ前回1個増えなかったよね。増えるんかい。まだまだ終わらないですこのゲーム。もう増えないと思ってたよ。じゃあちょっとそうね、パニーニレモンパイストローネ、ラザーニア、麻婆豆腐でも作るか、ね、誰でも作れますから麻婆豆腐なんて。本当にこんな地味な作業ある？しかも時計早っ。麻婆豆腐よりエビチリとか作りたいよな、正直。エビチリ大好き。ほら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 。これだけプロの域だから私。ママより上手かも。みじん切りのプロとお呼びって。やだな。みじん切りだけできる人やだな。いやでもできないよりいいですから。豆腐って手に持って切らない？ね。まな板の上で豆腐切ったことあんまないかも。うん、あもう簡単だね本当に。調理工程も少ない。入れる。入れる。振る。嘘。うわ。振る。くるくる。え、入れる。豆板醤。ふほい。これは美味しそうなのでは。うん。入れる。うわすごい。
で入れる。はい。大丈夫。ママがやり直しておくからね。ちょっと待ってよって。押す場所を間違えたの。ママ。びっくり。ママより上手かも。やっぱ増えて新しい。全然増えるわ。増えます。はい。まだまだ増えます。悔しいんだけど。くそ。プリン作ろう。プリンじゃないか、クリームブリュレね。はい、作ろう。おらおら。卵にストレス込めて、おらおら。おら。違うの、ママのせいで上手になってたの今。うらって怒りがね。はい、一番苦手です。なんだろうね、押しちゃうんだよね、ポンポンポンってね、これね。ママより上手かも。はい、煮ようだって。砂糖煮るのね。牛乳、かき混ぜる。なんでよ、弱く。はい、ダメでした。その調子で頑張ってね。はい、頑張ります。出た、これ飛んでっちゃうからね。ほら、やっぱ私ね、こぼすの好きなのよ。えっていう、そんな概念の人この世に存在しないよね。くそ。その調子で頑張ってね。ちょっとこぼしてもダメなのがやっぱシビアですよね。あ、なるほど。この容器ってさ、どの家庭にも存在するよね、なんかね。もっとたっぷり入れたいんですけど。あ、たっぷり入れたいという欲望がちょっと今出ちゃった。そういえばたっぷり入れたい、たっぷり。こんなのスズメの涙よ。ごめんなさい。はい、プリンなんてね、でかい方がいいんですからね、基本的に、うん、はい。びっくり。ママより上手かも。これ結構失敗してますからね、前にね。クリームブリュレをバーナーで炙ってね。オッケー、任せろ。炙るの得意、炙り系女子。女子、あれ？あ、なるほど。オッケーオッケー。焼き加減さえ分かってしまえばこっちのもんですよ。はい。どんどん炙るよ。美味しそう、普通に。クリームブリュレっていうか、私焼きプリンがすごい好きだからさ、こういうのよき。85点か。ママより上手かも。ママより上手じゃないんだもん。ママより上手かもだからね。じゃあこのページ埋めちゃおっか。もうラザーニアを作ればこのページ終わるからね。うん、ラザーニアは調理工程多そうだな。やること多いもんな。よいしょ、よいしょ。嘘でしょ。時
干やばいじゃん。ちょっとやばいって時間。うわ、めっちゃギリやん。ママより上手かも。よかった。危ない危ない。みじん切りです。はい、今日だけでこれ何回やっただろうね。このニンニクをさ、みじん切りにするという行為。これはね、ボーナスいただけるんですよ。玉ねぎ。よいしょ、よいしょ。はい、どん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 。くそ、これはもらえないか、ボーナス。ママより上手かも。ちょっとみじん切りでボーナス稼ごうとしてるとこあるからね。炒めようということで。ね、牛マーク嫌じゃない？冷静に嫌。よいしょ。ふう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 。肉だ肉だ。肉全然火通んないわね。あ、通ってた。火通った肉のさ、色悪くない？なんか。上手かも。はい、温度調節をしよう。出ましたよ。色はそれで大丈夫なの？なんかすごい色してるけど大丈夫？まあでもこんなもんだよね。肉だもんね。息吹きかけなきゃいけなかったけど、かけるの忘れちゃった。いいんじゃない？よっしゃ、ボーナス。ママより上手かも。あ、そういえば今日息吹きかけるやつやってないね、一個も。ありがたい。ちょっとあれ疲れますからね。塩ラザーニア。終わった。これ吹きかけなきゃいけない。ママったらさ、私息吹きかけなくても今日いけるなって言ってたらやらせるんだから。まったく。あ、缶切り、缶切り。はい。は？缶を手で持ちなさい。こんなに揺れるなら。何してるの？なんで片手でやろうとするの？なんで×？どういうこと？え？最後に切った缶持ち上げなきゃいけない。ったってこと？揺れんのよね。時間やばいし。え、なんか沈むんだけど、あれなんでだ。どうしね、どうして。ママどうして。教えてママ。いた。ちょっと待って、タッチペン、タッチペン、あ、わかった、そういうことか。大丈夫、ママがやり直して。缶切りであれした後に、あの蓋を手で持てって、あれが一瞬すぎない？ちょっと一瞬すぎない？そのコマンドが出る時間、もうちょっと余裕をさ、くれよ。
この野郎だよ。これは失敗しようがないですからね。ママより上手かも。うわ、これめちゃくちゃ苦手なのね。めちゃくちゃ苦手なのこれ。そんなグラグラしないでしょどういう世界線で生きてんのって話よ。ありえなくない、なんかその感覚どうなっとんねん、ほんと。あかんあかんあかんよ、ほんと。ちょっとまだママどこまで移動したいのこれ。前回確かギリギリ、お、いけたいけた。これ一番むずいって一番嫌なんなら結果発表。びっくり、ママより上手かも。え、サザエさん、サザエさん出てきたよ。まさかのサザエさん。何これ、顔面出てきた。顔面、顔面。まさかのサザエさん追加ということで。マジマジとか言う。なんか、あ、カニクリームコロッケ。ちょっとエクレアとか作りたくない？エクレア大好き、うん、シュークリーム派エクレア派あると思うのよ。私どっちも好きなんだけど賞味どっちでもいいかなっていうこうあるけど、早く溶けなさい、溶けなさい。よし、びっくり、ママより上手かも。上手かも、はい。かき混ぜよう。あんまりね、強くやりすぎるとガタガタしちゃうから。ほらほらほら、ガタガタしだした。よいしょよいしょ。ちょっと急いで。もう、はいってやばいよね。はい、入れながら混ぜよう。は？今よ、今よ、今よ。これ混ぜてんのママだよね、きっとね。ママもうちょっとさ、タイミングってものをさ、しっかりしてくんない？本当に。だってこの卵どんだけ量あんの卵何個分これ、すごいじゃん。びっくり、ママより上手かも。すごいよね。生地を絞り出そう。あ、長いね。エクレア、エクレア。は？は？でもね、これリアルのお菓子作りでも私そうなのよ。勢い余ってでかくしちゃうの終わった。長くてよくない？ダメ？焼くの大変。200度で15。
リームを入れよう。いや、いっぱい入れちゃいそう、私。あ、いいの今の量。なんか少ないなと思ったんだけど。まあまあ、ケチね、結構。私は先までクリーム入ってないと嫌なんですけど。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと。今な、これでもいいの？少な。ケチよ。その調子で頑張ってね。まあまあ、ケチだわ。いいね。これ久々だ。はい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 。よし。溶かそう。湯煎ですか？湯煎ですね。知ってんね、私だってチョコは湯煎した方がいいってことは。でも私なんか電子レンジでやるしがち、ちょっと湯煎めんどくさいじゃない、ね、ママより上手かも。はい、チョコをつけよう。つけれるかな。すげえ量なんだけど。はいはい。これ何個えぐ、まあ、流れ作業ほんと。はい、ママさ、ほんとに私暴れるよそろそろね。えそのこれ何なの、これいつも思うけど、この関係ないもの入れてくる感じ、マジ仲良くなれないものと。もう無理よ。おママと鎖国する、本当に。よし。その調子で頑張ってね。これで銀は出してくるあたりがさ、ママってなかなかだよね。うん、結果発表。いかついよね、ママってね。今のステーキ、ビフテーキ、全然増えますね。はい、ということで今日も料理スペシャルだったんですけれども、まあこれから多分常にこんな感じですよ。でとりあえずまだまだ終わらないということが分かったのでね、今後も楽しくやっていきましょう。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。